今回ピンチ缶を作った時におすすめで表示された防災ボトルを紹介します。100円均一で購入できる商品で作った防災ボトルが流行ってるみたいなので自分なりに作ってみました。流行っているのは100円均一で購入した 500ml ボトルに入れる防災ボトルなんですが、こちらハイドラパックの 500ml に入れてみました。今回防災ボトルを作るときに新しく知った商品を2つほど買い回してきました。最初はダイソーで購入したこちらのコンパクトレインコート。こんなに小さなレインコートです。フード付き、重さはたったの 34g、 超軽量コンパクト。もう一つ、こちらもダイソーのコンプレッションタオル、圧縮タオルです。ラージサイズが6枚入り、1つのサイズはこのサイズ、広げると23cm×35cm。 こちらの圧縮タオルは清潔なのと汗をよく吸うみたいです。なかなか便利な商品らしい。こちらの2つを購入してきました。あとはこちらのペーパーハンカチ、すごく小さなティッシュペーパー、こんな感じのちょっと丈夫なティッシュペーパー、そんな感じの商品です。これも何かと使えそうなので購入してきました。防災ボトルの前に今まで自分が使っていた、なんだろう、帰宅難民バッグを紹介します。こちらが帰宅難民バッグ。中央本線が止まってしまうと大だるみ峠を歩いて越えないといけないので作ってます。それと念のための地図、ほぼこの中身を入れてます。それでは中身を紹介します。表にはいつでも使えるようにホイッスルをつけてます。オレンジ色で見やすいホイッスル、そして音も強力です。で、蓋はヒューマンギア。中身を紹介すると、まず最初に何にでも使えるビニール、ビニールが3枚かな。ビニールが使いやすいのはこの中身をこの中に移し替えることもできますし、例えば雨降って寒い時などはグローブのような使い方もできます。防水グローブとしても使えるので、なかなかビニールは何にでも使えて便利なアイテム。ビニールが入るだけ3枚。羊羹で、やっぱりあると便利なペンとノート、防水ノートとスコアカードをつけるときに使うペン、温度計とコンパス、ビッグライターミニ、先ほど紹介したレインコート、あと何かと便利なチタン製のカラビナ、こちらには糸切りカッターもついてます。何かと便利なチタン製のカラビナで、先ほど紹介した圧縮タオルを2枚、そしてあると何かと使える細引きで、最後が単4一本で光る i3TEOS オーライト、ローとハイ、予備電池も1つつけてます。エボルタ、中身もエボルタを入れてます。帰宅難民用なので雨と冷え対策のレインコート、そして明かりがメイン、お腹が空いた時にちょっと欲しい栄養感と、あとは何かと使えるビニール袋、この辺がメインだと思います。で、こっちの方があったらいいなという感じです。今回は現在流行っている防災ボトルをハイカー並みに作り直してみました。基本的には帰宅難民用です。考え方としてはこちらのピンチ缶と大体同じです。今まで使っていたこちらの帰宅難民袋も大体同じで、ライト、圧縮タオル、
ライター、ライト、あると便利な USB ケーブル、あとビニール袋で、こっちにはもう紐、大きなゴミ袋、ペーパー、あと薬や絆創膏、瞬間接着剤などを入れてます。でこちらには大きいので、このエマージェンシーシート、大体似たようなものを入れてます。